やー、すいませんね、横乗っけてもらってありがとうございます。これすごいですね、この車。千葉くんだから、ちょうどいい。や、千葉くんじゃないですよ。あ、違う、はい、雨降ってますね。そこはちょっと、金に狂いはして、全然大型最高速度。どこですか、これ。アクアラインとか書いてあるんですね。あ、アクアライン。アクアラインか。アクアラインはね、縦に湾岸なんでね、そこがちょっと湾岸の大味噌で、要所要所のギャップを覚えてないと車を壊すし飛んじゃうっていうことにもなる。すごい。何ですかそれ、何ですかこれ。ゴールドカード。あっゃー、ゴールドカード。限度額なし。なしですね。車もの、つぎ込んでる金も限度額なし。なし。あー、やっさいわ。なんで走ってるんですか。もしかして透明からの。透明から走っちゃってるかもしれない。最高速歴20年ぐらいですか。ないけど15年くらいはあるかもしれない。これだからね、もう雨でも全然大丈夫っていう。結構ですよ、本当に。うん、わあ、全然車いない。ちょっと行きますか、じゃあ行きますか。さすがに千葉くんも撮影どころではなく、ここは消火活動に専念。消しましょう。出しましょう。壊れちゃいましたね。ねえ。まあ、今回ちょっとセッティングしないで来ちゃったからね。あ、いつもはもう10本ぐらい続けて走るんだけど。10本、うん、分からない。10本って4000円で4万円ですか。あ、それは余裕だから。もうこれも来月、いや今月の終わりぐらいにはもうまた全開でアクアライン10本ぐらい行くからさ。いや、得体の知れない40歳親父ですね。
いやでも今週末行きましょうよこれ。今週末まで、じゃあ今週末まで直してきますから。まあエンジンゴロゴロあるんで。もうあったもう帰ろう。この人たちは付き合えない付き合えない。帰ろ帰ろ帰ろ。お元気で。帰っちゃうの。帰っちゃうの。お元気で。来週また乗っけてあげるから。はい。さようなら。元気で。